ステージなんですけどね、今まで13ヶ月間にわたってずっとツアーでいろんなところ回ってきたんです、はい、実は。でもうそのツアーは1ヶ月前に終わってて、で実はだから今回の日本のこのライブが、まあ、ツアーを締めくくる意味でのライブになるので、うん、はい、すごくもう期待してて、で彼女は緊張するんですけど、はい、どっちかっていうとこう悪い意味の緊張じゃなくて自分のテンションが上がるっていう意味でいい緊張なんで、すごくいいステージになるそうです。10月23日明日ですね、6時半から日本青年館で行われます、はい、お問い合わせは共同東京0352379000の方までです、はい。そして彼女からのプレゼントがあります、はい、T シャツですね。こちらのサイン入りの T シャツを5名の方にプレゼントします。はい、宛先はこちらです。リアナさんの T シャツ欲しいということを書いてですね、ぜひ送っていただきたいと思います。それでは、はい、そろそろスタンバイしてもらって、スタンバイ for your song now。 はい、というわけでですね、はい、スタンバイしてる最中なんですけど、割と歌う前は物静かな感じの喋り方の方ですね。そうですね、まあ、今回日本初めてなんですって、うん、だからすごくね日本も気に入ったってことでまた来てくれますね。なるほどね、はい、というわけでバンドがセッティング今してる最中で音が出ると凄まじいので皆さん期待していただきたいと思います。皆さん立ち上がって ね乗っていただきたいですね。スタンバイいいですかね、今最中ですかね。はい、ね、スタイルもいいですね。いいですね、あの革のコスチュームがすごく似合いますね、うん、ああいう黒い感じの ね、いきなりお料理教室って言葉意外でしたね。そうそうそう、ちょっとね違いますよね、雰囲気がね。なんか違うことも言ってませんでしたか。いや言ってませんでした。そうですか、なんか違うこと言ってるような気がしましたけどね。そうですか、さあいいですかね。はい、スタンバイ OK ですね。 Tell me when you're ready。 はい、Anytime、はい、というわけでリアローさんでハンズオンです。